いい紅葉してないですか？真っ赤な紅葉もいいけどね、緑から黄色にかけてのまだらな感じっていうのもね、結構好きですね。竹原のスーパー夢タウンで買いました。広島名物穴子飯。何度も言ってますけどね、よその地域の人はね、よくわからないと思うんですけど、宮島に行く目的は広島県人はね、鹿に会うためでも、もみじを見るためでもないんですよ。穴子を食べるためなんですよね。まあ、島に当たらなくても竹原とかこの辺にはね、穴子飯が食べられるところがあるんですけども、それがね、スーパーにもこういう本格的な雰囲気の穴子飯があるっていうのがね、その地域の人も広島県に来たら、ちょっと時間がなかったりしたらスーパー行ってみてください。こういう、ほら、いいでしょ、すごいうまそうでしょ。蒸したり焼いたりしてあるんですよ。ほら、うなぎじゃないんですよ、瀬戸内は穴子。そうだな、関東で美味しいって言われるうなぎに対して、瀬戸内の穴子っていうのは、まあ低く見積もってもそれの3倍ぐらい美味しいね。いただきます。うまい、ぶっちうまいです。ちょっと一口食べ、味付けがいいですよ。まあ、あんた穴子好きじゃないもんね。いや、そういう穴子がいいけど、寿司屋でもあるような穴子は。あれは穴子じゃない。あれは最高にうまいね。まあ、穴子の中では300番目ぐらいにうまいね。宮島水族館ではね。甘い油の汁が出てくるんですよ。ご飯にね、甘辛い醤油の味と、穴子の旨味の香りが染みついてるんですよ。瀬戸内海の磯の香りのアロマを食べるんですね。おいしい。イカの磯辺揚げ、イカうまい。あれ、新浜のやつ夢タウン、うん、そうだった、夢タウンのサラダうまいんだ。やっぱ夢タウンがいっぱいいっぱい、うん、まあ、よう出てるで夢タウン。満足しました。尾道なんかでは見たことないパンのメーカーでした。山口県宇部市の松月堂さんのミルクバターフランス。歯ごたえのあるフランスパンに。言い切ったね。歯ごたえがあるって言っちゃったら、寺港さんに対する挑戦と思ってもいいんだけど。どうなんですかね。さあ、折ってみた感じでもうほとんどわかりますよ。折ってみますよ。ふにゃっと。中は、まあ、クリーム大事じゃないからね。そうか。多分ね、これは感じとしては、袋に入れる前は理想的なやつだったパターンですね。今回も、この袋の悪環境というものに負けたね。おそらくそうでしょう。まあ、ほんま綺麗。これ、美しいよ。こんにちは、寺港みやびです。ここに面白い商品があるってことでね、ネスカフェゴールドブレンドと香味焙煎の缶、この絵から見てもあの例のインスタントコーヒーのパウダーが入ってるのかなって皆さん誤解すると思うんですけど、違うんです。これね、溶かしたやつが入ってるんです。つまりコーヒーです。他のメーカーさんは本格的なコーヒーですっていうことを売りにねしていらっしゃるわけですけども、普段やってる通りにやればいいんですよってことです。寺港さんと同じポリシーです。普段お家でやってる通りのことをやれば、どんなところで飲んでも普段の味が出るんですってことなんですよ。どこで飲んでもいつもの味なのか、ネスカフェ、あっち、ネスカフェゴールドブレンド。振っていいのか悪いのか最近よくわからないじゃないですか。これが本当にいつものネスカフェだとすると、やっぱあれはこう入れた時にわーっと混ぜるから、これもね、やっぱ混ぜていかないとダメなんじゃないかと思うんですけども、最近缶コーヒーでありますか、よく振ってください。歯絶対打つよ、危ない。で、顔がコーヒーだらけになるわ、見たらわかるじゃん。そんなやってみやってみ、絶対無理じゃん、思うけどやってみ。いや、今開けたらいけんよ。今開けんよ。普通この辺持って、絶対ガン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 当たるけん。じゃあメガネとかも当たるよ。今開けたつもりでね、バギッと。じゃあいただきます。当たる。あー、すごい冷天気です。で飲みます。やっぱ危ないですからね、おっさんは。ああ、肝心なこと思い出した。私いつもゴールドブレンド飲んでないわ。だけど分からんね、いつもの味がどうか。めっちゃ甘いコーヒー牛乳が好きな僕にとってはちょっと甘さが足りませんね。で、家帰ってネスカフェ家で作って、またこれ詰め替えれば再利用できるんじゃないでしょうか。じゃあ、
笑った、うん、なんでだってあの人、盗んだって見よったの。見よった、うん、だってそりゃそうだろ、弁当持って何すんだろうと思うじゃん。テラミナトさんですよ。知らない。なんか喋くって食べよった独り言言うて、うん、なんかね、ダチも